ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットはお送りいたします。このぐらいまで落としとくか。さあ今回はジャパンカップ3回戦か準々決勝か函館ペンタゴン戦ですね。行っていきましょう。メンバーはこのままで。準々決勝です。勝率は高いですが決して油断はできませんからね。負けるかもしれない、勝つかもしれない。やっていきましょう。やばい、コーナーキックになってしまった。おっと、助かった。おっ、すごいな。大きくクリアなのか、それともロングパスなのか。ところで潰しにかかります。さあこれ直接入れるのは難しい。クーミナーコ出しましたね相手。さあチャンスは続きます。まだが取って、先取点。終了です。サワだけが疲れているので、突きと交換しておきましょう。
下見よ。3点目大きなリードは取りました。ここが違うとまで言われています。マシンは危険です。今の交代は何かの子何かとチェンジ。当然超攻撃的布陣、あ、やばい、超攻撃的布陣を敷いてきますでしょうかね。緑しっかり決めました。4点目です。準々決勝当然相手は超攻撃的になりました。20分で4点差は厳しいだろうな。まだ一人交代枠残ってますね。守備変えていきますか。もう起きよう。緑バーに来てあれました。もうフェンスです。奮陣します。バイシクルやろうとしたんですが止まりません。今度は緑1対1だがキーパーに跳ね返された。チャンスは続きます。もう1点もやらないっていうのは強いですね。さあとか言ってるうち残りもう2分1分、アディショナルタイムも1分です。さあ、ずれてしまったがここで試合終了です。4対0圧勝です。前半結構ホコアテペータゴンがこちらのゴール近くまで攻めるシーン多かったですね。コーナーキックはやばかった。前半36分均衡が破れます。緑彩香ですね。そう、君が向かったとこを空いていた彩香が、そしてミオです。このセンタリングをミオがヘディング。さらに緑が2点目ですね。これはうまかった。しっかり点をした緑。試合終了となります。
でですね、準決勝戦は筑波長間となります。岡キャピタル東京、リマッセ大阪と、いつもの強豪が勝ち上がってますね。筑波長間は武蔵野放熱を破ってるのか、まあ、大体は順当勝ちだな。ということで、残りは3戦となりましたね。今年の サッカーもまずは、まあ、優勝決まりましたので、函館ペンタゴン戦には普通に挑みます。こちら控え選手を投入して挑もうかと思います。そしてジャパンカップ準決勝、筑波長間、疲れは溜まっているがみんな強い、特に筋力、やっぱり筑波だけに科学的トレーニングやってるんですかね。足も速いです。ジャンプ力もそれなりにある、総合的に強いチームって考えていいと思いますね。5対0、8対0、2対0とぶち切ってますね。3対2、0対10負けてるから、チーム力はほぼ互角と考えていいと思います。そんな筑波長間、しっかり勝っておかなければなりません。勝って決勝戦に進出したいと思います。今回はジャパンカップ準々決勝、こちらをお送りいたしました。函館ペンタゴン戦しっかり勝ちましたね。さあ、次回準決勝どうしっかり進出してくれるでしょうか。強豪筑波長間が相手です。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。また概要欄にプレイリスト、ブログ、ツイッター書いてございます。こちらよろしければアクセスしていただければと思います。またツイッターのフォローもぜひお願いします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。